タツノコ VS カプコンは、カプコンが開発した対戦型格闘ゲーム。通称、タツカプ。2008年12月11日に、タツノコ VS カプコンクロスジェネレーションオブヒーローズがアーケード及び、Wii にて同日に稼働開始され、後の2010年1月に、Wii にてアレンジ版である、タツノコ VS カプコンアルティメットオールスターズが、 世界各国で発売された。数多くのアニメ作品を手掛けてきたリュウの、コプロダクションのキャラクターと、対戦型格闘ゲームの老舗であり、多数の作品を世に送り出してきた、カプコンのキャラクターとのクロスオーバーバトル。本作は、カプコン VS、SNK にミリオネアファイティング2001から約7年振りの、VS シリーズであり、システム的には、エリアルレイブや派手な演出など、 マーベルコミックとのシリーズの流れを組んでいる。またこれまでの VS シリーズは、ドットエによる 2D キャラクターの 2D 格闘ゲームだったが、本作では、ストリートファイター4と同様に、ポリゴンによる 3D グラフィックキャラクターの 2D 格闘となっている。リュウのコプロダクションとカプコンとの夢の共演として、2008年5月23日に、シメニアウェブ上などで公式発表され、 同年12月11日に稼働、発売開始。アーケード版と家庭用版が同日に解禁されることとなった。アーケード版は、プレイ解禁日が家庭用版と同じにもかかわらず使用可能なキャラクターが家庭用版より少なかったが、ストリートファイター4や、フェイト、アンリミテッドコーズなどとともに、対戦型格闘ゲームの全国大会、闘撃霊球の種目の一つに選ばれた。 部品調達難に伴い、2019年2月28日をもって修理サポートが終了した。Wii 版では、アーケードモードのエンディング後にアニメーションムービーが追加されたほか、キャラクターごとにオリジナルゲームが用意されている。Wii リモコンや Wii リモコンヌンチャクでの操作時は、ボタン一つで簡単に必殺技が出せるほか、クラシックコントローラやゲームキューブコントローラ、 およびエクサーより発売された専用のアーケードスティックを使うことでアーケード版と同様の操作方法でプレイすることもできる。アルティメットオールスターズは Wii 版クロスジェネレーションオブヒーローズの欧米市場向けのアレンジ版として制作された作品。本来は日本国外のみの発売の予定であったが後に日本国内でも発売することとなった。先着特典は ボーカル曲を収録したオリジナル CD ボーカルトラックスカプコンオフィシャルショップ e カプコン限定先着特典は特製小冊子カプコンシークレットファイルボリューム27欧米でのイベントにおいて各媒体社よりベストファイティングゲーム賞を受賞するクロスジェネレーションオブヒーローズからの変更点は以下の通りシステムは マーベル VS カプコン以来の匂いにもタッグバトルを適用。またボタン操作はパンチとキックの区別のない弱中強の攻撃ボタン交代ボタンの4ボタン形式になっている。ウィーリモコン単体およびウィーリモコンヌンチャクでの操作時には攻撃がボタン一つに統合されるため弱中強を使い分けることができない代わりにボタン連打のみで チェーンコンボが出せる。アーケード版、クロスジェネレーションオブヒーローズではアーケードよび、バーサスのみが、プレイ可能。以下、カッコは、登場作品。なお、キャッチコピーは、本作独自のもの。アーケード版からの登場キャラクターウィーバン、追加キャラクターアルティメットオールスターズ追加キャラクター、上述した、半剣事情で、ハクション大魔王が登場しないため、 カプコン側より一人、多い三人が追加されている。アーケード版からの登場キャラクターウィーバン、追加キャラクターアルティメットオールスターズ、追加キャラクターボスキャラクターアイカ、ナイは、登場作品。クロスジェネレーションオブヒーローズではキャラクターごとに、テーマ曲が用意されており、バトル中に交代するたびに、BGM が変化する。タツノコキャラクターのテーマ曲は、 原作アニメの主題歌や BGM のアレンジとなっており、以下の楽曲が使用されている。アルティメットオールスターズに収録されている盾、スクロールシューティング。前作の PTX-40A のミニゲーム、AK 殲滅ミッションを、さらに発展させたものである。道中に立ちはだかる A クリッドを倒しながら進み、ステージの最後に待ち受けるボスを倒せば、ステージクリア。 全員4ステージで、ステージ内で獲得した点数に応じて、次のステージの種類が決まる。2008年11月3日に、品川インターシティホールで、カプコンの対戦格闘ゲームのイベント、カプコン大格闘祭、お礼より強い奴に会いに行く2008が開催され、w i o ソフト、タツノコ VS、カプコンクロスジェネレーションオブヒーローズやプレイステーション、 3.XBOX360 用ソフト、ストリートファイター4、プレイステーション2用ソフト、フェイト、アンリミテッドコーズがプレイできたほか、タツノコ VS、カプコンや、ストリートファイター4の声優陣を招いての、ステージイベントなどが行われた。2017年4月21日から5月7日まで、アクアシティを、 台場で、タツノコ VS カプコンを台場タッグイベントの企画として、タツノコとカプコンの選抜48キャラクターを対象としたキャラクター人気総選挙が行われた。タツノコ VS カプコンシリーズには登場しないキャラクターも対象になっており、1位にはタツノコキャラクターのマナカラーラが選ばれた。ありがとうございます。